長崎県の国見高校と静岡県の清水市立清水商業高校、そして決勝戦がホスト校の桐蔭学園、ドイツからやってきたシュツットガルトユースチームという顔合わせになりました。この3位決定戦と決勝戦をこれからお楽しみいただきます。解説にはヴェルディ川崎のスーパーバイザー、そして8月21日から行われますアンダーセブンティーン世界選手権の日本代表チームコーチを務められております尾身幸隆さんにお越しいただきました。尾身さん、こんばんは。こんばんは。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。さて、まずは3位決定戦からご覧いただくわけなんですけれども、この大会においてどういうものを選手たちに望みたい、どういったところを注目していきたいですか？多分チーム側の事情としてはね、はい、これからまあいろいろ公式戦があるんで、はい、最後に選手権まで考えたね、はい、メンバーを組んでくるんじゃないかなと思います。はい、はい、さて、それでは昨日行われました1回戦の第1試合第2試合の模様なんですが、まず清水商業とシュツットガルト、前半7分にシュツットガルトのテュルカーがダイビングヘッドを決めて1対0、そして11分、ヤーニッチから受けたまたテュルカーが左足右隅に決めます。このテュルカーという選手はトルコ代表だそうですけれども、はい、いかがですか？そうですね、ポイントゲッターらしい、ゴール前の走り込みなんかがね、はい、いいタイミング、いいところへっていう、今のフリーキックに合わせたところも、フリーキックも見事ですが、そうですね、ポジショニングも良かったということなんでしょうか？やっぱり点を取れる選手っていうのは何とも言えないセンスっていうものがね、はい、あるんですよね。今の4点目なんかはそうですか？はい、結局なんと前半27分の段階でテュルカーが4点取って4対0です。清水商業の方なんですが、後半、前半の残り時間少なくなってきたところでようやく鈴木信之のシュートがありましたが、ポストの右。そして後半に入ります。ここからは清水商業の攻めをご覧いただきますが、この場面はいかがですか？そうですね、いいボール入ってますけども、ちょっと中に入りすぎたという感じで。そうですか、あれはなかなか合わすの難しいんですけどね。うん、はい、そしてまた今度25分同じように右サイドから崩していきますが、こちらはいかがでしょう？シュットガルトの方のね、ディフェンダーがきちんとシュート打つところに体張ってるんですよね。あ、なるほど。正確にボールが、飛ばないというようなシーンですね。はい、ここはシュツットガルトもさすがにこういうルーズボールは反応が少しは遅れましたけれど、 そうですね、それでも守りますね。なかなか清水商業1点取れません。そして36分、佐藤のミドルシュートもポストの右に外れます。結局清水商業は1点も取れませんでした。シュツットガルトが4対0と清水商業を圧倒して初参加ながら決勝戦進出です。そして第2試合、桐蔭学園と国見高校のゲームですが、おなじみの黄色と青の縦縞が国見高校、小峰監督、そしてこちらが桐蔭学園の李監督です。まず6分、このプレー、広永が抜け出していきますが、ペナルティーエリアの中ファウルを取られました。そうですね、立ち上がりだしね、はい、なんとも言えないですけども、私から見ると PK には見えなかったです。あ、そうですか。もらったものはしっかり決めておこうというところで広永がキャプテンらしく決めました。そしてこのスローインからハーフボレー、大浜が決めましたが、いかがでしょう？これはナイスシュートですね、はいはい、うまく体を反転させたシュートを決めて22分、追いついた国見がまた攻めに回ります。抜け出した浜、キーパー弾いて、これです。広永君オフサイドかけに行ったんですけれども、はい、やっぱり手を挙げましたね、はい、遅れてますよね。そうですか、はい、絶体絶命のピンチでしたが、かろうじて逃れて、また国見、先ほどヘディングシュートを外してしまった百武なんですが、いかがでしょうか？1年生です。今左サイドから上げたね、右足のアウトサイドを使ったキック、はい、これはなかなか味がありますよね。浜君のキックですね、はい、走行しているうちに前半終了間際の39分、これはワンツー綺麗に決まりましたね。そうですね、国見高校が攻めてる時のディフェンダーのね、集中力っていうのがちょっと途切れてるような気がします、ね、そうですか、はい、後半にまたそういった場面がちょっと出てきますのでご覧いただきましょう、はい、後半6分の国見の猛攻を広永が大きくクリア、桐蔭のゴールキーパー東君も光ってましたね。そうですね。さあ8分です。桐蔭、山本、三上、山本のワンツーから飛び込んできた橋本、ファインゴールでした。いいボールが入って、いいヘディングがあって、はい、いいことが2度続くとやっぱり得点生まれやすいですよね、はいはい、今度は14分の国見、スピード豊かにボールをカットした定方に浜が綺麗に合わせました。そして30分です。縦パス1本、高山、こういったところなんでしょうか、国見高校。そうですね、逆襲の1本がね、相手に簡単に渡ってしまうというのがね、はい、ちょっと残念ですよね。
終了間際39分、田尻のセンタリングを岡村が合わせに行きましたが決まらず、4対2、桐蔭学園高校が2点差をつけて国見を下して2年連続の決勝戦進出を果たしました。というわけで決勝戦が桐蔭とシュツットガルト、そして3位決定戦が国見と清水商業という顔合わせになりましたが、国見対清水商業、尾身さん、はい、もうこのままインターハイの決勝あるいは冬の選手権の決勝といっても全然おかしくないカードが3位決定戦です、ね、実績からして、はい、この時期の両チームなんですけれども、どういったところを見ていきたいと思われますか。はい、そうですね、やはり両監督ともね、はい、先ほども言いましたけど、選手権も考えなきゃいけないし、そのために選手をその試して使うという、選び方もあると思うんですね、はい、特にこの時期はそういうこと多いと思います、はい、さてそれではそういったどういった選手たちが試されているというような言い方はおかしいかもしれませんけれども、はい、それぞれのこの今与えられた仕事をどの程度果たすことができるかというのを楽しみに見ていきたいところですね、はい、はい、ではお知らせの後に3位決定戦の清水商業対国見の対戦からお送りしてまいります。女性らしいプロポーションを作ります。パリの香りランセル、ボディメイクはシャンロワールから。この手の中から一歩でも決めた刺激の送り効き目がある。目の疲れに3点 FX 3点製薬です。進化したエンジンには進化したオイル、シンセテック世代をリードするカストロール XF08SH グレードで新登場。今日は帰りにうなぎを食べた絶倫浜名湖三兄弟、それ行けやれ行け。黒潮賞は13日から18日まで浜名湖ボート。4回目を迎えた横浜ベイブリッジユースサッカー大会の3位決定戦です。静岡県の清水商業と長崎県の国見高校の対戦、右から左に攻めていく白いユニフォームが静岡県清水市立清水商業高校、こちらの方です。昨日はシュツットガルトに4対0で敗れました。そして国見高校が左から右に攻めていきます。長崎県立国見高校、おなじみの黄色と青の縦縞のユニフォーム。このゲームは主審が砂川さん、ラインズマンが石井さんと佐々木さんで行われています。さあ前半が開始されます。今キックオフ、まずは国見がディフェンスラインまでボールを戻してこれから前方に運んでいこうとするところ、向こう側のタッチライン際、中へ通そうとしていきますが、ここで清翔がボールをカットします。6番の鈴木信之からリンクマン佐藤へボールが当たった。カウンターに出ます清水商業。清翔大きく左へさばいて山口が突破を図っていきます。グラウンダーのボールが当たってハーフボレーのシュートは当たり損ないました。佐藤が初めのシュートを放ちました。清翔です。国見高校のゴールキーパーは今日は背番号12番の芦塚、昨日は背番号1番の吉中がゴールキーパーを務めておりましたが、今日は12番の芦塚です。さてそれでは両チームのメンバーをここでご紹介してまいりましょう。まずは清水商業の方です。ゴールキーパーがキャプテンの川口、ディフェンダーですがスイーパーに5番の田中誠、ストッパーが4番小川雅樹、サイドバックが右に2番加藤康明、左に3番の鈴木悟です。この4人はアトランダムに動いていきます。それぞれポジションが変わっていきます。
国見がチャンスを迎えようとしています。左の方向から中央へ折り返せるか。ゴールラインにはディフェンダーが2人つく。折り返せません。それではメンバー紹介続きます。ミッドフィーダー、ディフェンシブハーフに6番の鈴木信之、そして7番の佐藤幸彦がリンクマンを務めます。右の上がり目に8番伊藤渡る、左に9番の山口博正、2トップ、フォワードが10番の安永壮太郎と11番の清水雄三です。フリーキックのチャンスを迎えた国見高校、ゴール前に4人固まりました。ディフェンダーに当たって大きく跳ねた、ヘディングで競り合う清翔がまだペナルティーエリアの中ピンチを迎えていますが、ロングシュートを狙うか。一旦止めた、右にさばきそう、右に出せません。中央、大きく中島弾き返されました。まだ国見がボールをつなぐ。今度は左サイドから突破を図る。ここでまた笛です。左サイドに8番キャプテンの元田がおりました。カメラが捉えておりますのが清水商業の大滝正義監督です。清水商業を率いて今年が20年目です。立て続けにフリーキックのチャンスを迎えた国見高校、ゴール前にまた4人固まりました。前抜けでした。ここで1人スルー、さあゴール前、中島がおとりになって7番の浜へスルーしようとしましたが、大きく清翔がクリアしています。立ち上がりの場面は尾身さん、はい、国見のペースが続いていますが、そうですね、セットプレーがもう何本か出てるんですけどもね、はい、両チームともセットプレーはかなりもう練習はしてきてると思うんですよね、はい、その辺が何を狙うのかということがちょっと見ものですよね、はいはい、今の2回は国見はどういった形を狙っていたんでしょうか。中のね、はい、待ち受ける方がわざと固まっておいてから、はい、次のポジションを取るという。これはオフサイドではありません。キーパーナイスクリア、ナイスキーパーですね、はい、キャプテンの川口、昨日は大滝監督も記憶にありませんという4失点を許してしまった清水商業ですが、まずは川口がこれもナイスキャッチ。おそらくこの川口選手にとっても4失点は初めてだったと思いますが、そうでしょうね、はい、今日の川口君、今いい動きを2つ見せましたね、はい、ゲームの立ち上がりでね、はい、やっぱり自分がいいプレーできるかどうかでだいぶ違いますからね。そういうことから考えるとシュツットガルト戦は出番を完全にくじかれてしまいましたね。そうですね、そんな感じですね、はい、さあ今度は清水商業が国見のゴールに迫っていきます。コーナーキック、最初のコーナーキックのチャンスを迎えました清水商業。左サイドからのコーナーキックは7番の佐藤幸彦がおそらく蹴ると思います。佐藤幸彦がコーナーキックを蹴ります。ゴール正面、いくらかニアサイドに1人、そしてあとはファーサイドに選手が固まっていますが、清翔のセットプレー、これも見ものです。ファーポスト、足塚がキャッチ。冬の選手権、国見高校は3度目の優勝を果たしましたが、その時のゴールキーパーを務めていたのがこの足塚です。では国見の今日のメンバーをご紹介してまいりましょう。ゴールキーパーが今ナイスキャッチをした足塚、そしてディフェンスですが2番の定方、5番の中島が両方のサイドバックを務めます。16番の尾崎がスイーパー、17番丸太がストッパー、ハーフの底のような感じでリンクマンを務めるのが8番キャプテンの元田、そして大浜が中央、宮崎と岡村が両サイドに回ります。こちらも2トップ、今日は初めて先発するという木戸と、昨日もゴールを決めた浜、10番の木戸と7番の浜が2トップを形成します国見高校です。国見が立て続けに前半早々からもらいますね。清翔のディフェンスはいかがなんですか。いや昨日まあ4失点というのはありましたけどもね、はい、やっぱりディフェンスの方もしっかりしているはずです、はい、相当雷が落ちたようですからねいい位置でフリーキックをもらいましたが、誰に蹴らせるか。ふわっと浮かせようというような格好も見せておりますが、ちょんと出してここでシュート、正面か。キーパーが走っていますがまだルーズボール、ここで抑えた。そうですね、シュートの方も良かったですけども、はい、もう川口君ね、ゴールキーパーの、はい、もうファインプレー2回続いてますね。そうですね、93鈴鹿8対予選から決勝まであの感動を完全収録、鈴鹿8時間耐久ロードレース前後編、8月8日セブンイレブンから緊急発売。今日は帰りにうなぎを食べた絶倫浜名子三兄弟、
け。黒潮ショーは13日から18日まで浜名湖ポート。豊か産業では富士市マイホームセンターにモデルハウス佐賀のオープン。日本の伝統に息づく家づくりは木の香りでいっぱい。オープン記念セールとして海外旅行をプレゼントいたします。ヒーローは夏に来る、アーノルド・シュワルツェネッガー。ラストアクションヒーロー。序盤の得点チャンスをものにできなかった国見、キーパー川口のファインプレーでしのいだ清翔。ここで両チームのシュートシーンのハイライトをご覧いただきます。1対1、岡村が1人かわして、そして浜へつないだ。浜のシュートはクロスバーの上、中央、さあこれはいいパスだ。オフサイドフラッグは上がっていない。中央突破、シュートは足塚を抑えました。突破のところまで良かったんですけどね。そうですね、これもクリアミス。清水が突っ込む、チャンスを迎えた。中央、安田が追いつけるか、どうだ。左サイド、真ん中に山口がいますが、このシュート正面、足塚、これはどうだ。波状攻撃、清水かわしてトラップ、打てるか、安田打てない。伊藤が上げる、もう一回安田が、これはどうだ。今一個フィニッシュがね、はい、まあ、これ両チームとも言えることですけれども、さあどうだ、チャンスだ、安田が打てる、シュート、クロスバーを越えた。そうですね、今フィニッシュと言った途端にそのシーンですけども、そうですね、シュートまで持っていけるか。ペナルティーエリアの中に、ここで入った、どうだ。これは1対1、佐藤が突っ込んでいきましたが、よく飛び出した足塚。さあ安田がディフェンス2人をかわしにかかる、安田がシュート、抑えました国見。足塚好セーブ、まだチャンスだ。佐藤ゴールラインを取った、これはチャンス、ヘディングシュートを決めました。ボールを奪い取られてしまって、国見がチャンスを迎えそうです。ディフェンス戻る、かわした。浜、抜け出す、1人かわす、上げる、どうだ、ナイスキャッチ。ここもチャンスになりそう。抜けるか、抜けた、チャンスだ、安田が1対1、決めた、弾かれました。足塚、3本目。ゲームは完全に清翔のペース。国見のゴールに再三シュートを放ちますが、どうしても得点することができません。ゲームも終盤、残り3分です。サッカーの場合、交代した人間が、交代させられた人間よりもいい仕事してくれないと意味ないわけです。そうですよね、はい、交代した意味がなくなってきます。さあ中島、グランダーで送って外側にさばけるか。左に岩本が待っていましたが、熱いディフェンス抑えます清翔。元田、今度は右サイドから上がっていくのはマルタ。ここから田尻、突破を図る、左足のシュート、どうだ。残り2分、川口また抑えました。シュートを打ったのが17番のマルタですか。マルタが出しましたね。そして15番田尻のようです。コーナーキック、ここも今誰に合わせようとしたのか、ちょっと糸が光りかねました、ね、左サイド折り返すことができるか。岩本のところまで戻して、ここで上げてクロスボール、今度は右です。チャンスだ、打てるか、浜シュート、ゴーキーパーがいいですね。そうですね、今のは角度もかなりありましたから、コースも読みやすかったかもしれませんが、それでも強烈なシュートをよく弾きました。今シュート打ったのは浜君ですか。7番浜ですね。そうですね、はい、その前のあのトラップですね、はい、よかったですよね。なるほどね、もう一回ご覧いただきましたが、惜しくもゴールネットを揺さぶることはできません。残り時間1分切りました。どちらも点を取らないまま PK 戦になってしまうんでしょうか。 PK 戦なしで両チーム3位。チャンスだ、最後のチャンス、
こうなったらもうお互い譲れません。清翔ディフェンスラインからの縦パス、ああ安永トラップしきれません。味方同士で当たってしまった。逆に清翔チャンスを迎える。中央突破、一人かわした、抜けられるか。藤本左足打ち切れない。ディフェンダーナイスクリア。まだボールをつなぐ山口、上げた逆サイド伊藤シュート。最後に決めたのは伊藤か。最後の最後、もうどこ時計が言って元の時計で40分を指したところで、お兄さん決勝ゴールでしょう。そうですね、はい、なんかそうなりそうですね。藤本打てませんでしたがボールをつないで山口。この一連のプレーはいかがだったですか。そうですね、これよく逆サイド見てましたよね。でシュートもですね、ちょっといやらしいボールだったんですけど、再三あのいいプレーしてた、はい、静香君、はい、ちょっとこぼし方が良くなかったですね。最後シュートを決めたのは7番がちらっと見えましたから佐藤ですね。伊藤が強烈なシュートを放って、そのボールを芦塚が弾いたところ、前にいた佐藤が押し込んだ、こういう形になりました。最後の最後で国見高校1点を取られて長い笛が鳴りました。お兄さん、あまりに劇的という形もできましたが、何度もあった決定的なチャンス、土壇場で清水商業が生かしました。そうですね、はい、まあ、あのキーパーの芦塚君、まあ、本人残念でしょうね。そうでしょうね、あそこまで何度となく絶体絶命のピンチを抑えていましたから、最後の1点は悔やまれるかもしれません。1対0、結局静岡県清水市立清水商業高校が長崎県立文理高校を1対0で下しました。ではここでお知らせをご覧いただきまして、シュツットガルトユースと桐蔭学園の決勝戦をまた尾身さんの解説でお届けしてまいります。尾身さん、またよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今年の決勝戦はドイツの名門シュツットガルト対ホストチーム桐蔭学園高校の対戦となりました。富士コカ・コーラカップ第4回横浜ベイブリッジユースサッカー大会、まもなく決勝戦の笛が鳴ります。右にエンドを取ったこの白のユニフォームがシュツットガルトのユースチームであります。そして左にエンドを取り